磐越西線とは、新潟県新津駅から福島県郡山駅を結ぶ路線。その中でも新津から会津若松の間の区間は、森と水とロマンの鉄道という名称で呼ばれ、SL が走り、風光明媚なところであります。その中央部に位置する阿賀町には7つある阿賀駅。様々な理由で利用客が減少し、それでも存在感を出し続けている阿賀駅。阿賀駅の多くは阿賀野川に沿い、深い山々の中に存在し、停車する時間も少なく、なかなか降りるチャンスにも恵まれません。しかし、そこには古い木造駅舎や往年の古き良き鉄道風景などが残されていて、人それぞれ駅の思いが呼び起こされます。そんな阿賀駅にほんのしばらく一緒に旅をしてみてはいかがですか。こちら三河駅に来ております。国道49号線がありまして、もうそこからねすぐ入ったところにあります。コンクリート作りで少しね気質な雰囲気もあるんですけれども、三河駅はここのねところにね山崎ショップがあるんですよ。駅前にありますので、物とかはねいろいろ買えると思いますよ。こちらに公衆電話、昔はこちら三河村というふうに言ってましたので、三河村の観光案内図っていう形でねあります。駅前なんですけれども、こちらバスロータリーの方がちょっと広くありまして、自転車置き場もこの先のところにねあります。トイレがありまして、駅前には自販機、バス停の方は今現在は何系統かねバスの方が出ております。こちら三河駅の案内ですかね。東蒲原分の北西に位置するこの村には、村の中を這うように流れる大河阿賀野川と、そこに流れ込む荒谷川と中野沢川がありました。この3つの川があることから三河と呼ばれるようになったと言われています。古くは会津領に属していましたが、明治19年に新潟県に編入、昭和30年に合併し三河村になりましたと。今はね平成大合併により阿賀町になりましたという形でね、後で貼られてます。では駅舎の中入ってみましょう。広さは20畳近くあると思いますね。結構広いスペースあります。もともとこの駅は白崎という駅で、この住んでる方が作ったフラメンコの像が飾ってあります。そして三河と言いますと、日本一の巨木将軍杉の模型がねこうやってあります。待合室の席の方は10席とこちらの方に3席ですね。5000駅につながる電話がここにあります。梅賽線の本数は1日11本こちらの方なんですけれども、忘れ物か、一瞬ね駅のとかと思ったんですけど、三河温泉スキー場、こちら阿賀町のスキー場の方になりまして、去年はね雪が少なくてできなかったんですが、今年はね雪が多いんでなかなかいいという環境だと思います。多分ここに窓口、こちらの方にも券売機でもあったのかな。昔は相当活気のあった駅だったなってのが分かります。はい、新潟までが860円、新津までが590円、北方までが1170円、会津若松までが1340円。主な駅の運賃表はこんな感じになっております。積雪は駅での感じでも1メーターちょっと超えるぐらいの雪が積もっております。こちらホーム一面一線の駅になっております。昔は反対側の方にもう一面あったんですけれども、今はね交換施設の方を外してしまいまして、そしてこちらの方に駅の待合室があります。待合室はこんな感じですね。待合室も広いですね。12人座れる椅子があり、広さも10畳ぐらいの大きさはあるんでしょうか。結構広いですよ。建物は昭和55年に作られたんですかね。この看板があるってことは SL が止まる駅なんですよね。こちらが駅の自転車置き場ですね。駅から少しこう距離があります。でこちらのところに車多く走ってる、ここが国道49号線ですね。国道49号線沿いに三河駅はあります。揚川ダムのこの近辺あたりは歩いて20分から25分で歩けると思います。結構ね見応えのあるいい景色がたくさんありますのでね。